ってことで、まあ、丸の内駅の方からね、こうぐるぐると歩いてますけど、何せね、下に降りると起伏が多いんでね、逆にね、登ってね、行った方がいいんですけど。で、あれ、この辺りやったらな、コメダコーヒーが、あれ、どこだったっけな。もうちょっと向こうか。うん。で、ここ越えたらこっちの奥の方に、県立図書館とかがあるんですよね。まだね、先まで行かないと、あっちに行くとね、横断歩道ね、こう、歩道橋になってますもんでね。もう、渡ってこっちから行こうかな。いっそのこと、久屋大通りまでね、歩いたって、そんな変な距離ではないんですけどね。今何時？ 10 時半か。言っても10時半なんか。久屋大通りまで、丸の内から久屋大通りやったらね、そんなに距離はないですからね。駅間散歩しますか？腹ごしらえに。ちょっと一本筋、北の筋になりますけどね。南の筋はちょっと歩くのには大変でね。大通りはそのね、今、交差点が見えてるところ、あっちの方が大通りなんですけど、こっちの方はね、ちょっと一つ裏通り。ね、歩くのにはね、こっちの方が歩きやすいですし。ね、こと、久屋大通りに、の駅のね、久屋大通りっていうと、普通はあの通りの方の指しますんでね。うん。あの、広い通りね、100メートル道路っていうのがですね。本当に大広いですね、本当に。で、こっちの方に行くと、オフィス街とかがあって、の、そのままね、久屋大通りまで、ね、そんなにね、苦労なく来ますんでね。不問式なんてあるんですね。結構細かい店もいろいろあるんですね、こっち。よいしょ。ポテトジュース。あんかけすわ。はい。まだこの時間やってないですけどね。朝から。いいですね、朝からカツ食べてるといいですね。ここは何？ここもあんかけスパ。よけあんな、あんかけスパの店。まあ、名古屋名物じゃね、名古屋名物ですよ ね。結構おしゃれなビルも多いです。丸の内ですよね。何せ、うん。あれ、ここは西区になるの？中区か。中区なんだ。丸の内は。なんかライフステージすごいですね。高級そうなようになりますし、この辺りが長者向きになるのか。そっかそっか。いやー、いよいよ日差しが出てくると。これはマスク殺しにかかってきますよね、この暑さで。マスクしてると。でもすごいのが、日本でこういうところでふっと撮っても、まあまあ、ほぼほぼマスクしてますもんね。この前、あの、ロンドンのね、あの、映像ね、見たらね、もうね、つけてる人はほとんどいませんからね。だいぶそのあたりは、やっぱり習慣の差というか、うん。まあ、いろいろと要因はあるみたいなんですけどね。結構あのツイッターの方でそのあたりは細かく書いたこともありますけど、うん、まあいろいろとね、難しい、あまり、そういうようなね、扱いの話はこっちではねしないことにしてますね。あのね、気になる方はね、ぜひあのサブチャンネルの方ね、そっちの方でね、見ていただきたいなと思います。そっちの方はね、結構突っ込んだね、政治の話とかもね、まあ、突っ込んで、あんま突っ込んでないけどな。よいしょ。ツイッターはね、結構本当に突っ込んだことまで書かせてもらってますんでね。どうしてもちょっとツイッターとかだと、あれかなっていうのはちょっと別でね、いろいろと
解体してるところもありますけど、よいしょ。最大料金2000円ですよ。逆に日食700円なんですね、安い。面白いですね。ザオフィス街っていう感じの料金設定ですよね、このあたり。ずっとやってこれね、ほら、平日が2000円ってすごいです。でも24時間じゃないですもんね。で、日食は700円で、夜間は600円、まあ安く目に設定になってますけど、まあそれでもちょっと値段あります。まあまあ言うてもすぐ境も近いですね。ここにファミマがあって、もうね、言うとるうちに久屋大通りの駅に出るはずなんですよ。もうあのね、もうちょっと行ったら久屋大通り、通りはね久屋大通りですが、そこにね駅ありますからね。よいしょ。そう、これね、一つ裏の方のがね、あの歩いて移動するのはね、こっちの方のがいいと思います。コンビニもありますしね、道中に。ここの道がなんか一方通行なんですよね。そう車はね一方通行なんでね、ちょっといろいろ癖がある通りではあるんですけど、車に行こうと思うとね、気をつけないといけないところも、この辺りもね、全体的に5番の名城になってますけどね、一通が多いんですよね。おや、なんかいっぱいいますね。何事？おい、山田がやってくるぞ。おや、山田がやってくると聞いて警察官に、なんかえらい扱ってきますね。おい、すみや。これは何？なんか、あれかな？スマホいじりとか電話運転とかどっかで取り締まっとんのかな？で、こっちで生産所みたいなことですかね。お見合いできないのかこれ。なるほどね。わかりますかね。ここあれだ。一定なんだ。確かにこの広さでこの見通しだとね、スッていく車絶対いますからね。で、こんだけ横幅、道幅があるでしょ。ここでね、ね、あんま大きな声で言いませんけど、ここのね、前の通り、ね、普通に80キロぐらいでね、バンバン飛ばしてくる車いますからね、80キロ以上でね、そこから入ってきて、これだけの広さの一方通行の道で、ピュッて行ったらね、それはね、ピュッて行くやついますよね。ああ、そういうことですね。で、あの、見事に、あそこに止まっとった、皆さんは、残念ということだったんですね。顔映せないな。どうすん、オンエアしにくいネタやな、また。まあ、一旦停止が書いてあるところはね、止まらないといけませんよって。これはね、基礎の基礎。意外とね、これやるやらないって結構本当大きいですからね、事故の云々に関しては。別の動画でも言ったことあるかもしれませんけどな。一体何件の交通事故を見てきたかっていうね、ことがありますね。まあ仕事からね、結構、郵便屋とかね、やってるとね、いろんな事故現場を見ますし、で、ね、どこでどういう事故があったのかっていうデータをね、取ってた時期もありますんでね、自分が新しい配達区に入る場合とかにね、その場合はね、三重県警、愛知県警もやってると思いますよ。交通事故のね、どこでこういう事故が起こりましたよっていうね、マップにね、一覧表みたいなのをね、作ってくれてるんですよ。それでね、新しく入るところはね、ここは気をつけなあかんところなんやなっていうのを、パパパと住宅地図にね、危険箇所をチェック入れといて、みたいなことは、あらかじめ新しいところに入るよって分かっとるときはやりましたね。ということで、大通りからスーッと入ってくると、で、すいません、私、
久屋大通りって言いましたけど、ここの通りはあれだよね、あれあ、いいんや、久屋大通りになっとるわ。で、横の走ってるのが桜通りや、うん、そうだそうだ、ローソン100もありますよ、うん、ローソン100あるんだ。ローソン100で買ってきゃいいやん。ローソン100やったらジュース100円ですからね。そうしよう、そうしよう。さあ、買ってきましたよ。いやー、いいですよね。コンビニなのにこのお茶が100円で売ってね、多いお茶、濃い味100円で売ってますからね。助かります、助かります。ついでにね、おにぎりも当然100円なんですけど、なんと20円引きになってまして、生姜昆布なんてあるんですね。嘘、なかなかね、ないんですよ、あれが。三重県にはね、ローソン100ないもんでね。そうそうそう、来ると新鮮で。で、ね、久しぶりにですので、愛知におったときはね、愛知によく仕事で来とったときなんかはよく使ってたんですけど、さっき久しぶりに入りましたけどね、あれですね、Lチキが、ローソン100は100円で売るようにね、Lチキがちょっとちっちゃいサイズだったんですけど、なんかすっげえちっちゃくなりましたね。まあ仕方ないから、100円で売ること前提ですからね。うん、なんか、あしたもサイズ変えたよなっていう気がしましたけど、びっくりするぐらいちっちゃくてびっくりしました。さあ、なんて言ってたら、久屋大通りですね。よっしゃ。まあ、こっちの方はもう全然でかいですからね。よっしゃ。で、とりあえず、まあ、中入って、このまんま、とりあえず、平安通りまでそのままズトンと行くとかな。はい。